さあ皆さんこんにちは、ようやく千葉県にありますポルシェエクスペリエンスセンターに来ました。ここは2021年にオープンしましたけども、まあ、2年ちょっとなんですけどね、まあ、非常にこうポルシェオーナーには人気あるし、まあ、ポルシェ持ってなくてもここに来て、まあ、ポルシェを試したり、まあ、美味しいご飯食べたり、まあ、ポルシェの世界を垣間見ることができるんですね。でここは世界のまあサーキット、まあ、ポルシェがよく使うテストで使うところを凝縮しているので、まあ、例えば代表的なのがニュルブルクリンクのカルセルってあるんですけど、それは左コーナーなんですけど、まあ、日本は右ハンドだからここは右コーナーのカルセルがあったりとか、あと、カリフォルニアのラグナセカのコークスクリューとか、まあ、代表的な世界の名だたるサーキットのまあ名物コーナーが圧縮されてあるんですね。でここのサーキット走るだけじゃなくて、やっぱりベーシックなトレーニングということで、まあ、スキットコントロール、安全にこう滑りやすい、まあ、コンクリートの路面に水をまいてやる G-Force、まあ、あとはバックスピンターンとかですね、まあ、あと低ミューロで路面がこう動いて40キロで通過すると後ろのタイヤが通過した時だけガンと動く。でもともとそれはニュルブルクリンクに近くにですね、アーデアツェのアダックのドライビングスクールがあって、そこでそのスピットコントロール、スピンコントロールっていうのをやってたんですね。まあ、とにかくここに来れば、もうそういうドリフトコントロールから、まあ、ハイスピードのレッスンまで全て体験できるので、ただポルシェの狙いは、まあ、多分スポーツカーですごい速い車なんですね。でも世界最速っていうのはポルシェの自分たちのこだわりなので、ということはポルシェドライバーは世界一速く走れるドライバーではなくて、世界一安全なドライバーを作っていかなきゃいけないということで、それと同時にこの速く走るだけじゃなくて、いろんなシーンで、まあ、ポルシェ911あるいはカイエン SUV とかオフロードコースもありますから、まあ、そのポルシェの世界が持つ車の移動して、得られる世界観というかな、楽しみ、そんなものも与えてくれる。当然走るだけじゃなくて、車から降りたら美味しいものを食べて、みんなと一緒に車談義をする、あるいはポルシェの歴史に触れる、まあ、そんなことがこのペックに来ればできますね。まあ、こういうものが非常にことづくりで大事なので、だからやっぱりこれから日本の自動車メーカーもこういう経験、エクスペリエンス、まあ、そういったところに車の実はバリューがあると思いますから、まあ、その世界をぜひ一般のお客さんに広げていく、まあ、その今聖地としてこの千葉県にこのペックはできたわけですね。まあ、今日は短い90分のコースでしたけども、非常に圧縮されて、堪能することができました。でこの後美味しいランチが待っているそうです。